皆様こんばんは、鉄道考察系チャンネルのゆうぴーです。今回は間もなく東京メトロ南北線に新型車両が導入される可能性と、その新型車両の内装が判明したかもしれない件について考察していきます。赤羽岩淵と日吉を結ぶ東京メトロの南北線では現在9線系が走っていますが、この車両は今年で車齢33年となります。そして半蔵門線で活躍していた8線系は車齢約40年頃から、都心線や有楽町線の7線系は車齢約45年頃から引退が始まっており、この9線系もあと10年もしないうちに置き換えられる可能性が高いです。そしてなんとこの南北線の新型車両の車内が最近判明した可能性があります。一体なぜなのでしょうか。結論から言うと、これは最近登場したとある車両が関係しています。南北線は今後現在の6両から8両に両数を増やすことが決定したため、中間車を1編成あたり2両分追加製造することになりましたが、この新造中間車は連結する9線系と年が30年近く離れているため、9線系の後継車両、つまり南北線に10年以内には登場するであろう新型車両に組み込まれて使い続けられる可能性が高いのです。そしてこの中間車は座席のモケットなどがかなり特徴的なものとなっています。そのためこれは後継車両に組み込まれることを想定し、後継車両に合わせている可能性があるのです。つまり新造中間車のこの内装は後継車両のものである可能性が高いのです。また動画冒頭では南北線の新型車両はここ10年程度で登場すると予想していますが、9線系用新造中間車をこの新型車両に組み込むのであれば、新造中間車の製造から9線系の後継車両の製造まで期間が空きすぎると、後継車両がまだ現役のうちに徐々に新造中間車が老朽化してしまい、結局車齢に差が出てしまうため、あえて新造中間車の製造開始直後に9線系を置き換えてしまう可能性もあります。ちなみにこれは JR 中央線快速のグリーン車に関しても近いことが言えそうです。ということで、以上南北線の新型車両の車内が判明したかもしれない件についての考察でした。この動画が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価をお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。